今回は、はい、スポットナゲット、スポット溶接って、はい、クォーターを例えば交換します、はい、うちの動画でよく神がやってるよね、はい、ここ切って、はい、でここを開けて、でここのナゲットっていうんですけど、このスポットの跡を、うん、こっちのね、これですよ、はい、これですね、1、2、3ってあるね、1、2、3、1、2、3、うん、まあ要はナゲットを、この消えてしまったナゲットを塗装で作る。しゃあないな。ここめっちゃ怪しいんだって。これ。でもそこ難しないですか。え、なんで？だったら見して。ナゲットが多分出てくると思うから、あの見てる人は分かりやすい。はい、ストップ。オッケー。皆さん、こういう感じですね。だから低いところが残ってる。うん。うん、そのこの残ってる丸が、うん、ナゲットの跡っていうことです。忖度。オッケー、はい、ありがとうございます。はい、ここから見たあのバンキントスの人、ここから見たら何してんねんこいつらって。どうしたどうした、絶対高いなそれみたいな。じゃあ早速やっていきます。はい、はい、で、ここから本来はパテ入れて、パテサフ入れて、まっすぐにするんだけど、ちょっと時間がないので、よいしょ、時間は、よいしょ、UV サフ入れます。UV サフだと短時間で完璧に乾いて、後でツヤが引いたりとか、なんだろう、型が出たりとか、多分このサフェーサーのエッジが出やすいと思うんで、急いでやるとそれが防げる。マニキュアのやつと一緒です。塗ってこうマニキュア乾かす。あれと一緒ですね。原理が。見てください、この段階でも高い低いが出てるんで、これをもうちょっと綺麗にします。このエッジでバレたら本末転倒なんで、ここはしっかり取る、しっかりまっすぐにして、で、いきますね。今終わってラッカー振りました。ちょっと分かりやすく皆さんに、ないですね、大丈夫ね、これナゲットじゃないね、違うね、これナゲットと思うプロいないね。でこう来て、ナゲットで、ナゲットで塗装すればするほどどんどん消えていくんで、このナゲットがもう消えそうなんで、こいつが来て、でここは消した、ナゲット消したとこ、これか、でこう来てますと。でさっと
くとこういうイメージですね。はい、今の段差なんだ、これか、この段差か、こいつっすね、この段差だな、なんか出てるな。まあイメージとしてはこんな感じですね。まあ多少なんかうねったりするのは、この例えばこの間とかでもわかるかな。うん、ナゲットとナゲットの間なんかそんなまっすぐじゃないんで、ほらうねったりしてるんで。はい、さあここからじゃあ作っていきます。じゃあ必殺道具。じゃあ緊張するな、何回でも。さあ、よし、これです。で、多分モザイク入ってると思うけど、ローソンでも売ってます、コンビニでも売ってるものです。売ってないとこもあるかな、100均やったら絶対売ってます。綺麗です。ちょっとシンナー持ってきて、なんかな、シンナー、あ、上瀬にシンナーつけて持ってきて。いや、俺な、ほんま神の性格よく知ってんすよ。わかります皆さん、ここにサフがちょっとかかってるの。この際にちょっと、ここは今回作ったナゲット作ってるとサフが溢れ出ちゃってんすよね。あ、マスキングで隠してもいいか。えっか部長、マスキングで隠そうか。いや、ここにちょっとサフがかかってんのよ、急いでやったから。神ってのはこういうとこで見抜くんだ。ここマスキングしようか明日な、バスッと、バスッと、うん、だってうなげとか見れたらいいでしょそれで、うんうんうん、もう俺あの人の性格よく知ってるからさそう、見るかも。ってこれなんかやった後あんなごめん、ここはごめんなさい、時間 なかったから、うん、マスキングを一回剥がして、本来だったらここ全部塗るし当然なんで、こういう塗り方あんましないんで。どう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 、あれどこやったっけ、あ、その目線ぐらいだから、えあ、こっち分からへん、すごいうーわ、分かんないですよ。多分位置的にこれですよね、確か。さあみんな見たがってるで、早く映せよってみんな思ってるよ、もういいからお前らのやり取りはよってさっさと映してないの、映してない、あ、そうなんだ。部長指さしてくれる、俺が作ったナゲット、え、分からん、これ、そう、それこれか、皆さんこれです、ナゲットあれごめん、もう一回指さして、ごめん、これだよね、あ、やな、ちょっと待って、そこ刺しておくな、新車のナゲット、新車のナゲット、新車のナゲット、イミテーション、新車ナゲット、こういう感じでございます、うん、はい、うん、うんうん、ゴミはね、うん、仕方がない。で、色もベンツの色を使ったから、なんか赤と青みたいになってるけど皆さん、こんな感じですわ。いや、わからへん、どうやったんですか。あ、そっか、企業秘密。しかも時間とのさ、このなんていうの、割合っていうの、これな、30分でできるから魅力なんよ。
だからついでにこの板金したとこに板金屋さんが上がってきました。でパテでしっかり消えてきました。でもパテで消えてるからそのまま塗ろうじゃなくて、なんとかしてあげたいなっていうのをちょっとした工夫で、これがこの必殺なんですよね、はい。というわけで明日、はい、いや月曜日、はい、みんなに朝企画の説明をして、はい、当てた方には、はい、金一封と。ちょっとそれ言ってよ。カメラマンせえへんのにほんという形で、いいな、うん、部長にはじゃあ誰が当てるか、もしくは当て誰も当てれないとか予想していただきましょう。え、それ当てたら金庫。もちろん。そう。もちろんもちろん。誰も当てない。あ、そう。大きく出たな。誰も当てない。神に喧嘩打ったな。うん。遠回しに。うん。いや無理でしょ、これこれ見抜けないと思うよ。無理かな。うん、分かんないもん。こう透かした感じとかすごい そっくりっていうか、もう一緒っすよ。あの普段の仕事ってもうちょっとこっから綿密にやるからね。今回企画で遊びやから、まあこだわったといえちょっと捨てたところ何箇所かあるんだけど、これっていうこういう構想。まあそう、でも上にも怪しいのいっぱいおんねんね。皆さん上にもいますからね。上にもこれなんか怪しいなみたいにいっぱいおるんですよ。だからこれつまりね、逆にこういうことが言えるんですよ。そんなにこだわらなくていいんですよ、あれば形が、うん、あとはどんだけ短時間でこのナゲット作れるからね、うん、塗装ですごい、はい。まあ長年やってきてますから、こそ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 こんなことばっかりやってきてるんでね残って仕事終わってからずっと10代からやってきてるんで、うん、はい、じゃあ明日楽しみにしましょう。はい、はい、ワク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 誰も当てないと思う。はい、企画の説明はしたんでじゃあ目利きを試させてください。見事スポットを見つけた方にはピはい、うん、じゃああのブースにあるんで皆さんで、こっからここまでの間、こっからこの間スポット多分20箇所ぐらいあるのかな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、この間だけで12個ってことは、まあ20から30あると、はい。でこの中の一つだけベルトサンダーで削ってまっすぐにして、その状態から僕サフ入れて、サフでうまいことナゲットを作ってます。はい、わかるよね、言ってること。言ってること分かるよね。でそのナゲットがどれが僕が作ったナゲットか当ててもらえれば金一封がもらえるだからこのまた ABCDEF でなんでこういう風にしたかっていうと、俺サフ研いでる時にその隣のナゲットもちょっと削っちゃってるんですよ、うんうんうん、だからこれかこれかみたいなのがあったらフェアじゃないなと思ったんで、だいたい3つずつぐらいの感覚にしています。1個だけ1個だけです、消したのは。消したのは1個だけなんですけど、例えば、はい、ベルトサンダーでバーッと削って、でサフェーサー入れました、研ぎました、でこちょこちょってやってナゲット作って塗装してるっていうイメージですね。うん、1個だけです。だからこの区間の中にあるって言ってもらえれば、 ABCDEF 中に1個だけおるんで見てください今回は1人ずつじゃなくてみんなで相談し合っても大丈夫ですよはい、もともとあったやつをベルトサンダーでビーッと削って、はい、
表参道で整理やったら見つけるっていうのは大変ですよね。楽の番組だ。見てきてるはずだから不自然で、うん、カミも結構再現するのがすごくうまい、うまい。あと塗装の穴を見つけるのがすごい上手やからね。何しか どうでしょう。あるか。それも一緒に見えるどうぞ。でも作業時間は30分ぐらいですよ。そんな時間かけてないですよ。もうサクサクってやって、サフ、サフですけど、だいたい決まりましたね。なんとか、なんとか、はい、はい、部長、じゃあ、お一方ずつ聞いてってください。タクさんは C か D どっちかやと思う。 C か D、 うん、やと思う。 C で C で行く。 C で、はい、シャーチャーロッツ見るママとハマってるだけやん。じゃあ神は D おおお C、 はい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 、じゃあ答え合わせしましょう。部長、はい、答え合わせ。あ、私、はい、いや俺もどれか分からへんからさ。もう1をマスキングで取ってんのよ。はい、がちょうどそのここのこれだね。これかの位置に合わせてください。そういうことやな。いい、いいです。いい。その矢印のところのナゲットが僕が作ったナゲットってことです。すごい、でも当てた。なんでわかったの？もう塗ってるところだけです。もう肌見たっす。お前塗装の。肌見て絞ったっす。肌見て絞ったっす。そうか、サフ打ってるから引いてんのか、ツヤが。塗装の上みたいな。な、急いでやったら絶対こうなんねんな。そうかそうか、塗装の肌が崩れてるっていうか、引いてんねんな、多分。そこ何回かサフ打ってるから。そこで探しました。特によ、おっさん。ベルトサンダーの音があるから。それで、これ。ゴミ。ゴミだけで。指さった時に取ってきたから、あれこれ。ああ、ほんまやね。確かにね、言われてみれば、なんか引いてきてるわ、どんどん。まあ、俺は自分で作ったからわかんねんけど、要はサフ打ちます。サフ打って乾いてない状態に。それにさらに簡単に言うと、確かにその方出てきてるね。ほんまやな、すごいすごい。
すごいすごい。はい、ありがとうございます。というわけでたっくんとコバ、すごい、まさかの正解。じゃあ後ほど品行くお話しますので、まだ準備しなかったすいません。じゃあお仕事してください。ありがとうございます。うん、まあこういうちょっとした技術もあるよっていう、まあ、今回はお遊びなんで、お遊びにガチで塗装肌で見抜こうとしてきたあいつは最低やな。スポットにやつってんのに肌で見抜いて。OK というわけで、はい、結果は2名正解、正解、金一封ってことで、ちょっと準備とかしてなかったから、もう後で渡しておきます。今回の動画はこれにて終了です。はい。はい、では締めてください。いってらっしゃい。また見てね。バイバイ。チャンネル登録もよろしくね。ちょっと北前。ちょっと北前。昨日もっと開けたね。ああ。おはようございます。完全にセコ技やけどな。スポットを当てたわけじゃないけど、スポットの形じゃなくて。金一封です。おめでとう。ありがとうございます。頂戴します。はい、ありがとうございます。落とすなよ。残念賞フラワー、ブービー賞です。めっちゃ多分喜びますよ。重っ。マジックリンです。これに掃除せえ。確かにやってるけど。三年賞マジックリン。でもいいっしょこれ。使える。これ新しい方のやつやから。新しい方のやつなんですか。そうなんや。俺適当に選んだの。新しい方のやつ。あ、そうなんだ。中身喜んじゃった三年賞やのに。ただ。三年賞です。頑張って家の掃除しろよ。いやこれは使ってるから。キッチンマジック。これほんまに便利なんですよね。いろんな用途。マジックがほんますごい。取れる車でもたまに使う。これもな。覚えたよ。ここも覚えてる。全部伝授されてる。いろんなこと試しました。僕だから油のやつが全部買ったりとか、いっぱい買って。最低。しかも時間置いてたらもっと最低。まあ、今だったら発生行動したら。あったでしょ。何もないよ。あったでしょ。マジックに日本。マジックに日本だったね。やったな。もうお前もらってない今受け取ってね。俺がわざと外しちゃった。お前知らんやん。空気読まんと当てたもんなお前ら。空気読まんと。礼儀を知らんですね。ここ礼儀知らんわ。この間のほんまやったんすか。ほんまに決まってるかな。冗談で言うかいな。ただのお前忍者ハッタリくんやねそれ。ハッタリ空気をまず当てやがったな。すごい。お金に見合ったです。おめでとう。すっごい見てたもんね。一番時間かけて。そうやね。うん。まさかタックンにバレるとは思わなかったわ。さすが。はい。私からもらっていいんですか。うん。ブービー賞。マジックで。残念。ありがとう。